決算説明資料の中に人間性の回復というキーワードがあるんですよね。パカラッパカラ、皆さんこんにちは。うまちゃんこと経済アナリストの内間理子です。このチャンネルでは金融に関わる情報や株式投資のトレンド、皆様からのご質問にお答えしていきます。いつも皆さんコメントたくさんありがとうございます。またいろいろ皆様のコメントをご紹介しながら動画作っていきたいと思っています。今日はですね、経済ニュースを少し深掘りしておこうかなと思っています。今日取り上げるのはアウトドアブランドのスノーピークが時価総額1000億円を超えてきたということです。で、いろんな方に今スノーピークすごいんだよっていう話をすると、それって日本の会社ですかっていう質問も来るんですよね。日本の会社で創業が実は古くって、1958年、昭和33年に山井幸男さんが山井幸男商店として創業されています。今のスノーピークの社長は山井理沙さんなんですけれども、山井理沙社長にとってはですね、山井幸男さんっていうのは祖父にあたります。で、おじい様がいらっしゃって、次にお父様が社長されていて、今山井理沙社長が33歳の若さで就任されています。キャンプといえばですね、今非常に人気化してきていて、3密を回避できるであるとか、あと自然と触れ合える、こういったことを追い風にスノーピークも非常に好業績となっています。皆さんもどうでしょう、最近キャンプ始められた方多いんじゃないでしょうかね。今ではですね、実はおうちキャンプとか、あるいは冬でもキャンプするみたいな、そういうふうな新しいキャンプのあり方もムーブメントになっています。で、今日ご紹介したのは、やはりこのスノーピークの決算説明資料の中に人間性の回復というキーワードがあるんですよね。これがやはり非常に面白いなと思って見ています。また中国の状況を見ておきますと、中国はアフターコロナの国策としてキャンプ場を5000箇所作るというような計画もあって、まだまだ成長していく産業なんだなということが中国の動向からも伺いますよね。ではスノーピークの業績の推移をまず確認してみましょう。こちらマナックス証券の銘柄スカートのデータになりますけれども、こんな風にこう右肩上がりとなっていますね。直近8月12日に発表されました2021年12月期の中間決算なんですが、こちら売上高が前年同期比 77.6% 増の116億円、そして営業利益は 6.1 倍の16億円、4期連続の最高益に向けて今突き進んでいるというような状態です。そして今期通期の見通しの全体なんですけれども、売上高245億円、そして営業利益が300億円の見通しです。そして時価総額1000億円を乗せてきたということで、非常に素晴らしい決算ですね。で、皆さん今堅調だ堅調だっていうのはイメージされるかと思いますけれど、とはいえですね、もともとスノーピークっていうのは実店舗直営店でアウトドア商品を並べていて、そこに消費者が訪問して、テントのものってリアルで見たいですよね。そういったニーズがあるので、やっぱり店舗のニーズが非常に強い業態なんですよ。にもかかわらず、今回のコロナ禍でちゃんと商品が売れたには実は背景があるんですよね。まずは緊急事態宣言第1回ですね、2020年4月に発表された時にですね、スノーピークも9割近い店舗を休業する事態に陥ったわけです。そうなりますと、なかなか厳しい状況であったはずなんですけれども、すぐさまですね、 SNS で商品の説明をしていくとか、あとはテント設営のコツ、あれを紹介した動画を配信したりとか、週に10本ペースなので1日1本以上コンテンツを作っていったそうなんですね。そして EC サイトにもチャットを導入することによってスムーズに購入が進むことができますよね。ああいったものをすぐに導入されたそうなんですね。やっぱりこのスピード感ですよね。当然実店舗で売り上げを上げていくっていうのは他の業態でも同じはずなんですよね。その中でいち早くこういった対策を取ったっていうところが今につながっているんですよね。さあ、そしてこちら決算説明資料の中で変わった資料がありますよということなんですけれども、こちら実際にスノーピークの資料になります。で、こちらご覧いただきますと、文明が進化していくと人間性が低下している、現代社会っていうものはあらゆるものがこう便利になってしまって、人が自然から遠のいてしまって、それによって人間性が低下しているというふうに認識されているようです。そしてこちら
スノーピークとしてはここをギュッと戻すっていうふうなことですね。人間性を回復していくというふうな図になっているんですが、その起点となるものが野遊びだっていうふうに考えているようです。ですのでスノーピークはもう一度自然と人をつなぎ、そして人と人をつなぐことで人間性の回復を目指すというふうに決算説明資料で解説されています。このチャンネルでは何度か人間性の回復とか人間性の回帰とかそういうお話を随分してきたかと思いますけれども、まさにそういった言葉を決算説明書に書いている企業が現れてきたっていうことなんですよね。私自身はもちろん自然に触れ合うっていうような直接的に人間性が回復していくっていうものももちろんそうですけれども、他にもですね、例えば DX とかも実はそうなんですよね。直接的ではないにしても時間が効率化していくことによって余った時間をこんな風にキャンプに当てることができたり、自分の趣味に当てることができたりするので、直接的ではない一歩手前、時間を効率化していくっていうものも私はこの人間性に通ずるものがある企業だと思っています。今回は非常にこう分かりやすい企業ですよね。さあ、そして山井梨沙社長はですね、社長に就任する前には執行役員に2018年から就任されているんですけれども、そのあたりから実はおじい様、お父様がこう作られてきた組織に入っていろいろ改革を行われていたようなんです。特に組織体制、そして人事評価制度を見直していったそうなんですよね。そこまではトップダウンのピラミッド型の組織だったそうなんですけれども、山井梨沙社長がですね、執行役員に就いた時にまず真っ先に始めたものがボトムアップ型の組織作りだっていうことなんですね。やっぱりこう現場から上がってくる意見もそれを商品開発に生かす、そういった組織を作ってこられたっていうことなんですよね。ですので2018年ですので、やっぱりこのあたりの取り組みが今にもつながってきているということなんですよね。そして山井梨沙社長はですね、もともとアパレルにもいらっしゃったので、スノーピークはキャンプ用品以外でもアパレルとか、あと飲食店、さらには企業向けのアウトドアオフィスの提案、こういったものも今されているようなんです。実はこのアウトドアブランドがアパレルを手掛けていくっていうのは異例のことだったようなので、当時はスノーピークがアパレルブランドもやるっていうのは業界はざわついたようなんですよね。でも今大ヒットしているということですので、業界の固定概念を崩していくというかチャレンジしていくっていうのは非常に大変なこともあるかと思いますけれども、こんな風に消費者から支持を受ける、そういう企業に今なっています。さあ、そしてスノーピークは実はファンビジネスの成功事例だとも言われていて、ちょっとこちらの図を紹介したいんですけれども、こちらポイントカードの会員数もこう右肩上がりで、現在55万人がポイント会員となっているようなんです。これ実はですね、皆さんクレジットカードブラックとかプラチナとかゴールドとかいろいろあるかと思いますけれども、それによってステータスが変わってきますよね。受けられるサービスが違ったりとか、それと同じような仕組みになっています。でステータスごとにどういう風な方々がスノーピークを買っているかと言いますと、やはりですね、累計購入100万円のブラック層とか、あと年間30万円から100万円を購入しているようなプラチナ層、この方々がスノーピークの売り上げの4割を占めている構造なので、まさにですね、ファンの方が何度も何度もリピートして買っていく、ファンが支えているビジネスなんですよね。そして最後に海外展開もされていますので、ちょっとご紹介しておきたいと思います。今はね、アジア含めて日本、韓国、台湾、中国、さらには欧米、アメリカ、イギリスで展開をしています。その他店舗ではないんですけれども、製品の流通自体はその他25カ国で流通しているということですので、ここからまだまだ成長していきそうな企業ですよね。ここまでご覧いただきました皆様ありがとうございます。前回の動画でチャンネル登録していただきました皆様ありがとうございます。今回の動画で少しでもいいなと思っていただけた方は、ぜひいいねボタン、そしてチャンネル登録、通知ボタンもどうぞよろしくお願いいたします。引き続き応援どうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。